私は今回、この原子力規制組織を見直す最大の目的というのは何だろうかということを考えるときに、私は、カンナオトリスクをなくす、これじゃないかなと思ってるんです。カンナオトリスクっていうのは分からない人はあんまりいないんじゃないかと思うんですけれども、減災本部長、つまり総理が減災本部長になるわけですけれども、減災本部長としてですね、事故の翌朝早朝に現場に行って大混乱をもたらす、スピーディーを活用せずに多くの子どもたち、福島県民を放射能にさらす、専門的知識もないのに弁当をしろ、海水注入を止めろ、浜岡原発を止めろ、玄海原発の再起動を撤回しろ、法令に定めのないストレステストを事故後3ヶ月も経ってからやれ、など支持率アップを狙った政治パフォーマンスとしか思えないようなことを次々やる。そして、さらに問題なのは、例えばメルトダウンのような重大なことが起きているにもかかわらず2ヶ月も隠蔽する。そういう危機にあたって数々の失敗と、まあ、身勝手なことをいっぱいやってきたということで、こういうことで国民の不安を煽って、原子力政策の大きな信用失墜をもたらす、これが私はカンナオトリスクだと言ってんです。で、いや、カンナオトさんのような方はめったにいないから大丈夫だと、こういう方もおられるんですけれども、私はカンナオトリスクを抱える政治家はたくさんいると思うんです。で、国家の統治機構っていうのは、どんなことが起きても、どんな人が総理になっても、基本は崩れないと、そういうふうに作り上げるのが、やはり私はこの立法府としての務めだというふうに思ってるんですね。で、しかしながら、残念ながら今回の原子力規制庁は、引き続きこのカンナオトリスクっていうのは続くようになってるんです、何にも変わらずに。で、これですから、被災者、被爆者、避難者にどう顔向けできるのか、私はよく理解できないというのが正直で、本当にこれ、失礼な話だなというふうに思っています。そこで野沢内閣総理大臣、ちょっとあの国だけでは時間ないことですから、そうです、でもちょっとさっきのその前 の, あの、原発事故の発生の時の菅さんの対応は、立場によっていろいろご批判はあるかもしれないけど、少なくとも支持率を上げるパフォーマンスではなかったし、何かを隠匿しようという意思はなかったということは、ご理解いただきたいというふうに、立場によってご批判はあることは承知をしていますが、その表現だけはちょっとおやめいただきたいというふうに私は思います。